イオン福島店は、福島県福島市南野目あざ西原田にある、イオングループの企業であるイオン、東北株式会社が運営、管理するショッピングセンター。かつて、福島市内でのマイカルグループの店舗は、日位と提携し参加に入った山田百貨店、1978年3月に開店した、東北日位経営のエヌマート福島店、エヌマート飯坂店が存在していた。 福島西道路に面した福島市南、矢野目の福島北都地区画整理事業区内に1998年1月、福島サティが寄港。1998年10月9日に、福島県内5店舗目のマイカル東北経営のサティとして開業。なお、開業にあたりエルマート福島店は1998年1月に閉店している。 同じく1998年3月1日には、福島ビブレが、栄町の平和ビルから、ソネダショッピングセンター内に移転。同じマイカルグループのダックビブレによる運営だったが、マイカル本体の経営破綻の煽りを受けて、経営破綻。その後、高島屋の支援を受けて再建し、マイカルグループから離脱。店舗は、桜屋百貨店福島店として、 営業を続けるも2005年3月に閉店。もともと入居していたワーナー・マイカル・シネワズ・福島以外のフロアは空きテナントになっていたが2010年11月25日にダイユー・エイトが出店しマックス・福島店としてオープンした。その後マイカルがイオンリテールへ吸収合併されたことに伴い店名を2011年3月1日からイオン・福島店に改称。 イオン解消に伴い看板の付け替え作業を行っていたが3月11日に東日本大震災が発生し地震で福島市は震度6弱を観測し工事用具などが落下さらには3月12日には福島第一原発事故が発生イオン移行後の2011年3月1日から6月下旬頃まで入り口のランマ看板など6月下旬頃に イオンに付け替えが完了。同じ東北地方の元先店舗でも看板付け替え途中のするなど付け替え作業に影響が出ており、イオン店名変更以降でも看板の付け替えを間に合わせることができなかった店舗が相当数あった。2020年3月1日にはイオンリテールからイオン東北へ移管した。ありがとうございます。